宮沢賢治の学ぶとラーリアと、それから何だっけ、雲と生口と何だっけ、タンギサ、それは演技してもらったので、今日はちょっと講義にしましょう。それで宮沢賢治は今一番なんか全集として手に入りやすいのはこれかな、筑波文庫で出ている宮沢賢治全集っていうのが、一番手に入りやすいというか、個人的には新潮社でも周辺社でもいろんなところから文庫本が出ていますね。きちんとしたものでは新興本宮沢賢治全集というのが、筑波書房から出ているということです。それで今お手元に配ってあるのは銀河鉄道の夜の初めの方ですけれども、宮沢賢治の代表作といえば銀河鉄道の夜なので、これぐらいはきちんと読んでほしいということで、読んでない人のためにも一つのきっかけになればいいかなと思ったんですけど、先週やった雲と南口とたぬきはこの宮沢賢治悪エロス力というこの本の中に入れてあります。3作品ぐらい取り上げているんですかね。一つは毒物の好きな所長さんというのがあります。これは非常に面白い動画なので、もし機会があれば読んでほしいと。あとセロ引きの帽子、これは結構有名ですけどね。そういうことですね。それで銀河鉄道の夜に関しては、最初に僕が出した本がこれ宮沢賢治とドストエフスキーという本で、これは銀河鉄道の夜とドストエフスキーのカラマーゾフ兄弟と比較対象して書いた本ですね。これ1989年出ていますから、今から何年前か、26年前だそうです。ですから27、28年前には書いてあるんだろうね、きっとね。それで僕がこの本を出すまでは宮沢賢治とドストエフスキーとの関連性について書かれた論文はなかったんですね。全く宮沢賢治とドストエフスキーは別の性格の違った作家だというふうに見られていましたからね。で、今も少し話しましたけれども、宮沢賢治がドストエフスキーを読んだという実証的な研究は何もない。実際に読んだのか読んだのかないのかわからないですね。でこれは宮沢賢治研究の伝記に書いた人がですね、年譜で年譜を作成した時に、宮沢賢治は17歳の時にロシア文学に親しんだというようなことが書かれております。しかしロシア文学だって広いわけですからね。文春、高語、律令芸流ね、地方法、同性式、トロストイとね。で宮沢賢治がロシア文学のどういう作家のどういう作品を読んだのか、どういうテキストで読んだのかということは実証的に証明されていないのでわからないんです。宮沢賢治の童話を通してですね、トルストイは読んでいただろうということはわかりますけれどもね、どういうテキストでいつもどういうふうな読み方をしたのかなということはわかりません。で、ドストエフスキーに関してはもう全くわかりません、これはね。図書館に、宮沢賢治が通っていた高等農林学校、盛岡高等農林学校の図書館に、森田総平が訳した悪霊はあるということは分かってますけれども、それ以外は分からないんですね。で宮沢賢治の場合は、イタリア語とか英語とかドイツ語とかできたということなので、どういうテキストで読んでるかわからない。翻訳された日本語で読んでるのか、それとも英語版で読んでるのか、フランス語、ドイツ語で読んでるのかですね、そういうことも含めて、分かっておりません。ただし、この銀河鉄道の夜の世界とドストエフスキーのカラマーゾフ兄弟は通底する部分がかなりあるんですね。そういう面で、非常に重要だということです。で、宮沢賢治の童話、90編ぐらいあるのかな、100編弱ぐらい読めるんですけれども、宮沢賢治はですね、生前発表されているもの少ないんですよね。だからオズベルト像とかですね、そういうものは発表されましたけれども、ほとんど、銀河鉄道の夜もそうですけれどもね、完成したものってないんですよね。永遠の未完成、これ完成とか言ったんだね、宮沢賢治はね。だから
度とかさ、なんか紙、紙片に余白に書かれたものとかたくさんあって、決定稿っていうのがないんですよね。だからまあ編纂者泣かせというか、編集者泣かせで、いろんなまあテキストがまあ市販されているという現状で、決定版がない。だから銀河鉄道の夜に関しても、岩波文庫版と新潮文庫版、これが同じ作品かと思うくらい、違っているんですね。でこういうことは、まあ、特に宮沢賢治の場合は子供向けの全集まで出てますから、子供にも読めるということでね、いろんなテキストがあるんですよ。だから銀河鉄道の夜読みましたかって聞いて、読みましたって手を挙げてもですね、読んでるテキストが違うとですね、全く違ったものを読んでいるということにもなります。それで僕はその銀河鉄道の夜に関しては、宮沢賢治の宇宙というのを、まあ、出しました。30冊ぐらい出してるんでね、どんなものを出したかちょっと忘れちゃってるところもあるんだけどね。それであの大学の方ではこの宮沢賢治研究というのを出しておりまして、去年13本が出てるのかな。これは今あの山下先生が出しておりますけれども、これはあの僕が最初に出したものを、まあ、山下先生に受け継いでもらって、まあ、出してるんですね。今年14本ぐらいが出るということかな。で、まあ、ちゃんとこういうふうに続いております。それから宮沢賢治に関しては、宮沢賢治の雑誌も出てたんですね。宮沢賢治だけの雑誌も出ておりましたけれども、今から20年ぐらい前まではものすごく宮沢賢治の本が出されたり、研究論文がたくさん出されてたんですが、やっぱり今はどんどん少なくなってきておりますね。ですから、まあ、雑誌もですね、売れなくなればいかに追い込まれるということで、今はそういう雑誌も出ておりませんけれどもね、まあ、こういう大学で出す本は、まあ、予算が組まれているので、まあ、そういうことに関係なく出し続けていくこともできるということですね。今現在これが続いているということです。それで、まあ宮沢賢治の銀河鉄道の夜を読んだことある人、ちょっと手を挙げてごらん。結構読んでるんだ。全く読んでない人と思われるよ。ぜひね、読んでほしいと思いますね。これはあの、僕はずっと同性式やっていて、まあ、日本人ですからね、日本の作家で同性式並みの同性式を超えるような小説家はいないのかと思ってずっと探していて、で30過ぎになってですね、僕はあの銀河鉄道の夜と出会うんだけどね、僕は本当にびっくりしたね。東北岩手の、まあ、一詩人ですよね、いわば。まあ、生前2冊の本を出しました。新章スケッチ、春と修羅、それから童話集の注文の料理店、この2冊ですね、出したのは。全部自分のお金を出して、まあ、出したわけですけれどもね。まあ、注文の多い料理店なんかは、まあ、料理本と間違えられたとかね、そういう逸話も残っているぐらいですが、まあ、春と修羅もですね、各方面に送りましたけれども、ほとんどまあ理解されなかった。まあ、僕の見るところ、まあ、長良中也ぐらいなんですよね。宮沢賢治の死の世界というものを理解しているのはね。だから厳しいこと言えば、まあいろいろ名前が挙げられますよ。高村光太郎とかね、それからカエルの死で有名な草野心平とかね、辻純とかね、まあいろいろ挙げられますけれども、まあ僕の見るところ宮沢賢治の世界っていうものを分かってたのは中谷中也ぐらいかなというのが、まあ正直な感想ですかね。それで、前にも少しこの授業でも銀河鉄道の夜について語った記憶があるんだけど、記憶ある？銀河鉄道の夜、主人公ジョバンニ、ジョバンニ少年が出てくるわけですね。それからカンパネルが、でこのジョバンニとカンパレルラのお父さんですね、このお父さんが友達同士であったということで、このジョバンニはカンパレルラの家に遊びに行っていて、そこでまあ銀河宇宙に関するような本を二人で見てたというようなこともあるわけですね。ところがジョバンニ少年の父親はですね、北の海かなんかに漁に出かけていて、なかなか帰ってこないと。
ということになっているんですね。でこれはそのテキストによって違うんですけれども、まあ、総合的に判断するとですね、ジョバニー少年の父親は北の海に出かけたまま戻ってこないと。それはさ密漁かなんかで捕まってですね、刑務所の中に入っているのではないかという噂が、まあ、町の中でされていると、そういう状況になっているんですね。で父親が帰ってこないので、ジョバニー少年がですね、父親に代わって、まあ、働いているわけですね。ですから朝早く新聞配達をして、して学校が引けるとですね、遠い町まで出かけていって、活版印刷所でですね、活字拾いの、まあ、そういう仕事をしているということなんです。だから勤労少年なんですね。で母親は病に伏してですね、寝てると。で姉が一人いるんですが、この姉は出てきません。出てこないんですね。ただそのジョバニー少年が家に戻るとですね、母親がお姉さんが作っておいてくれた料理ですね、パンとトマトなんかの料理をお前がお上がりみたいな形で出てきますので、まあ、お姉さんはいると働きに出ているということです。まあ、ジョバニー少年というのはそういう少年ですね。それでその学校が始まって、そういう銀河宇宙の話かなんかを先生がしているときに、それを分かる人がいますかみたいなところから、まあ、始まるわけですよね。でこれはその今そのジョバニー少年は勤労少年で、みんながいじめられっ子になってるんだな、このジョバニー少年は。でそのいじめっ子の急先鋒になっているのがザネリという、まあ、少年なんですよね。これも面白いんだね。ザネリ僕はずっと少年だと思ってたんだけど、これを少女だとみなして、なんか銀河鉄道の夜を書いてる人もいるんですがね、僕は初めてびっくりしたけどね、ザネリ女性か少女かと思った時あるんだけど、まあ僕は一応少年だと思っていますけれども、このザネリっていうのはまあジョバニーをこういじめているわけですね、いじめっ子なわけですね。でこのカンパネルラっていうのはジョバニーにしてみると、いつも自分の味方になってくれる子供だと思ってるんだけど、これ銀河鉄道の夜を冷静に読んでいくとですね、どうもジョバンニがカンパネルを思ってるほどカンパネルはジョバンニがあまり思ってないようなところもあるんだよね。だから自分がいじめられる子になっていっても、別にカンパネルはですね、特別に変わってくれたりするわけでもないしね。だからなんかちょっとこうジョバンニがカンパネルに対して片思いみたいなところもあるんだけどね。でそのジョバンニが、ジョバンニさん分かりますかとか言われて答えられないと、その机の前の方に座っているザネリが振り返ってですね、ニヤッと笑ったりして、まあジョバンニは非常に不愉快な気持ちになったりするわけでしょ。で学校が引けて、星祭りの夜だからということで、そのカッパネラを中心にそのクラスの子どもたちが集まって、これからカラスリカなんかを取りに行こうみたいな相談してるわけですよね。ところがジョバンニは一人、町外れの印刷所に働きに行かなければいけないということで、その校門かなんかで、校門の近くのところにいるわけだな、この子供たちがね。それで、ジョバンニ少年がこうやって歩いていくと、歩いていかないと出口に行けないのでね。でそのこれよく読んでいくと、その宮沢賢治っていうのはその非常に映画にも関心を抱いてましたからね。つまりそのカメラの視点というのが面白いんですよね。だから全体的に映す俯瞰的な視点もあれば、ジョバンニの目にカメラが取り付いて、ジョバンニから見た子どもたち、それから子どもたちから見たジョバンニとかね、そういういろんな視点で描かれているということが分かります。だからそのジョバンニの視点に、から捉えられた子どもたちっていうのは、みんなでワイワイガヤガヤ、今日どこ行こうとかね、何時に集まっていこうとか、そういう相談してるわけでしょ。と一人、ジョバンニはですね、孤立していて、しかしみんなが集まっているところを通り過ぎていかなきゃいけない。だけど自分で一生懸命勇気を奮い立たせてね、それで両手を大きく振ってここを通っていくというようなね、つまりそういう子供ですね、このジョバンニ少年っていうのはね、ということは分かります。それで家に帰りますね。家に帰ると、これも今日はやりませんけれども、学生さんたちに、じゃあジョバンニの家というのはどういう家なんだということをね、絵に描いてごらんなさいというと、いろんな絵が描かれてきます。それぐらい厳密に読み取っていこうと思うとですね、面白いですよね。
だからくっついてる部屋に建物に書く人もいれば、一つの建物が3つに割れてるって書く人もいるし、ね、離れている、書く人もいるし、いろいろいるんですかね。非常に細かく見ていくと非常に面白いです。それで写真が降りていて、部屋の中は暗くて窓が閉め切られていて、お母さんは布団に寝てるわけだけれども、病気だからね。しかし白いキラがかぶさっているというふうに書かれてますから、普通に考えるとこのお母さんは死んでますよね。キラがかぶさっている布団に寝てるということなんですからね。いくら病院とは言っても顔全体にね白い霧をかぶせてるなんてことは言えませんから、まあ普通に考えれば、まあ、このジョバンニのお母さんはもう亡くなっているということですね。ところがジョバンニのお母さんは亡くなっているんだろうということを指摘している人はいないんですよ。僕以外にはね、お母さん生きてるとそういうふうな形で呼ばれてる、ただ病気だということですよね。病気で寝てるんだと。実際にジョバンニとお母さんは話をしてますからね。でも生きているから話をしてるっていうのは内的対話として受け取ることもできるわけですから、内的対話でしたら十分に死者と生者が会話することはできるわけですよね。それはで小説を書く場合にはそういうこともいちいち断らないで書く場合もあるわけだから、十分にそれは考えられます。それでそのジョバンニは配達されなかった牛乳をこれからその町外れの牧場に取りに行くという設定に、まあ、なっているわけですよね。それで、町があって、その町外れの長屋みたいなところの一軒に住んでいて、そしてその坂を降りて、ね、そして町外れの、まあ、牧場に、まあ、出かけていかなければいけないということですね。でその時に、まあ、我々大人はですね、まあまあ、ジョバンニはまあ10歳前後の子供だと、まあ、見ればね、20歳以上の子供だなんていないわけだから、まあ大学生じゃない、高校生じゃない、中学生じゃない、まあ、小学校、まあ、先生4、5年ぐらいの子供だろうというふうにまあ見なしてですね、見ますと、まあ、10歳前後の子供が暗い相模城を、ね、降りていくなんていうことはですね、非常に勇気がいるわけですよね。怖いわけですよ。だから今の世界っていうのはもう、この教室もそうだけども、まあ、蛍光灯がついていてですね、部屋の隅々まで、照明が行き渡っているというようなところで、まあ、こういう事業をやってるわけですけれども、昔はですね、真っ暗でしょう。つまり現代人は闇を忘れているというかね、闇を知らない子供たちというか、まあ僕なんかも闇を知らないままに、おじいちゃんになってしまったんだけれど、ね、あなたたちは特にそうでしょう。闇知らないんだよね、真っ暗、ね、星一つ出ていない真っ暗闇の中に佇んだってことはあまりないでしょう。ここに人がいて5センチ先の人の顔が見えない真っ暗闇っていうのをほとんど知らないですよね。知ってるのは山添さんぐらいのもんでしょう ね、アフリカの大地でね、1メートル先に侵入がいても気がつかなかったというね、そういうことがありますね。だから、まあ、現代人、近代化された近代現代の人たちっていうのは闇を知らないんだけれど、こういう童話を読むときにはですね、このジョバンニ少年の心になって暗い相模町をですね降りていく、そういう気持ちに同化していかないとですね、本当に読んだことにならないんですよ。そうすると子供の頃にね、暗いところで木がそびえていると、そういうその、道をですね歩いていくとですね、その木の枝とかがですね、悪魔の手のように伸びていてですね、不気味な感じがすると、なんか襲われてくるようなね、そういう不安な恐怖の感覚に、まあ、襲われると。だけどもこのジョバンニ少年は一生懸命勇気を振り起こしてこの坂を降りていくわけですよね。だから、自分で元気を出すために口笛を吹いて、降りていこうとするんだけれど、宮沢賢治の書き方というのは、ジョバンニ少年が口笛を吹こうとして吹けない、ね、口をとんがらせて一生懸命口笛を吹こうと思うんだけど、口がなんか固まっていてなかなかその音が出ないというような、そういう口つきで、まあ、降りていくわけですよ、坂をね。そうすると、いいですか、これ例えば映画で撮ればどうなるか、木がこうなっててね、こうしこう怖い、その枝がこうなっていて掴みかかるバカなところをですね、
降りていくわけですね、坂をずっと降りていくわけですよ。だからその、ジョバンニ少年の背後、ちょっとやや情報からですね、その坂道を移せばですよ、こういう風になるわけでしょ、暗いその道を降りていくと。そうするとやがて街灯が見えるんですね、街灯が見える。そうするとその街灯がですね、立派な街灯に見えるわけでしょ。一生懸命不安と恐怖に打ち勝って歩いてきたら街灯が見えると、なんと立派な街灯なんだろうっていうふうにジョバンニはまあ思いますよね。で、少し元気の出たこのジョバンニ少年はですね、僕は立派な機関車だということで影防止遊びをするわけですね。その街灯の光によって、自分の歩いていく後ろ姿にですね、後ろにですね、この化け物のような、まあ、影ができるわけですね。で僕は立派な機関車だっていうこう両手を大きく振って自分の後ろにできる影防止を見ながら、こう影防止遊びをしながらですね、まあ、降りてくるわけですよ、ね。僕は立派な機関車だと。で、僕は立派な機関車だということを、精神分析学的な文脈で読み解いていくとですね、このジョバンニ少年というのは今までどのように生まれてきたかというとですね、非常にお父さん思い、お母さん思い、お姉さん思いの、そして、まあ、父親が不在の時の、まあ、勤労少年ですよね、まあ、家計を少しでも助けるために朝は新聞配達をしている、ね、夜は勝井宏の仕事をしていると、ね、そして、まあ、病人の母親、それから外で働いているお姉さんを助けてですね、まあ、一生懸命働いている親思い、兄弟、家族愛に満ちた子供だということになりますよ。そういうふうに読まれてきましたよ、ね。ところがその精神分析学的な深層心理、ジョバンニの深層心理に証明を与えていくと、実はこの少年はですね、父を殺した少年になるんですよ。父殺しをした、あるいは父殺し願望を抱いている少年ということになるんですよ。恐るべき少年に変貌しているんですよ。ところがですよ、このジョバンニ少年は、ね、例えば今で言えばその小学校の理科室みたいなことを、理科室みたいなところを想像すればいいんですが、その理科室にはお父さんが、北の寮に行って、その帰りにですね、北の寮に出かけていなければ絶対にお土産として持ってこられないような大きなトナカイの角とかね、大きなカニの甲羅とかね、そういうのがその理科室に飾られてるわけですよ。だからジョバンニはそれがまあ自慢なわけですね、これは自分のお父さんが、ね、北の寮から帰った時にお土産でもらった大きな鹿の角だよとかね、これは大きな蟹の心だよと、お父さんが学校にこれは寄贈したんだよ、自慢なわけですよ。だからお父さんを自慢している少年なんですね、ジョバンニは。それで、このドラマが始まった頃、ジョバンニはですね、どういうことかというと、今度北の寮からお父さんが帰ってきたら僕にラッコの上着をくれるんだと、ラッコの上着をお土産に持ってきてくれるんだっていうことをジョバンニはそのクラスの人たちに自慢してるわけでしょ。でラッコって知ってるでしょ、ラッコ。北の海かなんかでね、お腹をこう、ね、石かなんか乗せて貝かなんかをポンポン叩いて、ね、貝を食べるって、これ動画かなんかで見たことあると思いますけれども、つまり北の海にいる動物ですから、毛が密集してるわけですよね。だからその、日本はですね、軍隊はラッコをですね、養殖しましてね、ラッコを育てて、それでラッコの毛皮で街灯を作ったりしてたんですよ、ね。だから、まあ、シベリア疾病みたいな時にそういう零下何十度みたいなところにその兵隊を派遣する時にですね、その兵隊さんたちがその寒さに耐えられるようなラッコの毛皮を使った、まあ、そういう街灯なんかをしてたと。だから日本では、まあ、ラッコを養殖した時にあったんですが、まあ非常に珍しい動物ですよね。だからその珍しい動物のラッコの上着が僕はもらえるんだよっていうことでジョバンニは自慢してた。それを忌々しく思ってたのがザネリですよね。ザネリだって、
ね、僕だって欲しいやいとか、そういう珍しい酪農家になって僕だって欲しいやいと思ってたに違いないんだよ。ね、大きな紙の甲羅いいな、うん、大きな鹿の、ね、角いいなと思ってたに違いない。だけども自分はそれがもらえない、ジョバンニはそれをもらえると言って自慢していると。だからザネリはジョバンニをお父さんが帰ってもらえるということに、まあ、いじめっ子になるんだけどね、ザネリはね。そういうことが分かります。だから普通に考えればジョバンニは父親も父の帰りをですね、一日も早く帰ってきてほしいと思って願っている、そういう父思いの子供である。だって楽の上げがもらえるんだから父が帰ってくることを望んでいる、ね、そういうのを持っている少年だというふうに受け止めて呼ばれてきたんですよ。ところが深層心理に証明を与えると、実はこの父親思いのこのジョバンニは実は父殺しを願っていると。だから僕は立派な機関車だ、僕は立派な機関車だということは、つまり、ジョバンニ家の、ね、家族を自分が父親に代わって、自分が父となって、導いていくんだと。自分こそが立派な父親的な役割を果たすに値する人間なんだというふうに思っているわけですよ。恐ろしい場面に変わってくるわけです。そうすると、この影帽子遊びっていうのは非常に象徴的な場面になりまして、この街灯の横を通り過ぎるときに、街灯のそばを通り過ぎるときに、自分の今まで後ろにあった不気味な化け物のような影がですね、バッと登ってくるわけでしょ。で、通り過ぎたときには前に来るわけですよ。ブーンと来るわけだ。これものすごく怖い場面ですよ。今まで自分の深層領域、闇の領域に隠れていた恐るべき化け物のようなものが、街灯に照らされて、真横に来て、通り過ぎたときには真ん前に来る、バッと来る。だからこの化け物のようなこの影帽子がブワッと前に来るわけです。前に来る時に突然現れるのがザビエル。この影帽子と同じようにパッと現れるのがザビエルですよ、ね、でザビエルは、ジョバンニに向かってその時にね、ラクの上着がもらえるんだみたいなことを言うでしょう。それが配ったテキストにないですか。243ページ、ね、ちょっと読んでみましょう。ジョバンニは口笛を吹いているような寂しい口つきで、ヒノキの真っ黒に並んだ町の坂を降りてきたのでした。坂の下に大きな一つの街灯が青白く立派に光って立っていました。ジョバンニがどんどん伝統の方へ降りていきますと、今まで化け物のように長くぼんやり後ろへ引いていたジョバンニの影帽子はだんだん濃く黒くはっきりになって、足を上げたり手を振ったりジョバンニの横の方へ回ってくるのでした。今度は僕の影帽子はコンパスだ、あんなにくるっと回って前の方へ来たとジョバンニが思いながら、大股にその街灯の下を通り過ぎた時、いきなり昼間のザレリが新しい襟の止まったシャツを着て、電灯の向こう側の暗い工事から出てきて、ひやっとジョバンニとすれ違いました。でこれはね、恐るべき、まあ、場面なんですよね。しかしまあ、このジョバンニの闇の領域というものに、注意を向けていない読者はですね、表層を読み進んでいきますから、そういった恐るべき内的ドラマを全て見逃して読んでいくということになります。ザネリー、カラスウリ流しに行くの？ジョバンニがまだそう言ってしまわないうちに、ジョバンニ、お父さんからラックの上には来るよ。その子が投げつけるように後ろから叫びました。ジョバンニはパッと胸が冷たくなり、そこら中キーンとなるように思いました。なんだい、ザネリーとジョバンニは高く叫び返しましたが、もうザネリーは向こうの島の割った家の中へ入っていました。ザネリーはどうして僕が何もしないのに、あんなことを言うんだろう。走るときはまるでネズミのようなくせに、僕が何もしないのにあんなことを言うのはザリネがバカだからだと、こういうふうに話が進んでいくわけですね。だから、ラッコの上着が来るよってことはどういうことか、ラッコの上着が来るよってことはお父さんも帰ってくるってことだから、別に悪いことじゃないでしょ、ね、だけどもジョバンニはパッと胸が冷たくなるんですよ。なぜ冷たくなるのかということですよ、ね、それはザネリはこのジョバンニの闇の世界の中に住んでいる
分身なんでね、分身という存在なんですよ、このジョバンニの。ジョバンニのこの闇の領域に住んでるこのザネリというのは。ね。で、ジョバンニという少年はですね、父親思いの家族思いの一生懸命僕は働いてるんだと思っている自分をですよ、自分はそういった明るい素晴らしい立派な人間だ、子供だと思ってるんですよ、ジョバンニは。ところがそのジョバンニの闇の領域の中にザネリが潜んでいて、ザネリはみんな知ってるんですよ。ジョバンニ、お前はね、父親の帰りを一日も早く帰ってくれたらいいなと願っている、そういう子供だというふうにお前を装っているけれども、僕は知っているんだ、お前は父親を殺した少年なんだ、僕は知ってるよと思うわけです。ジョバンニ分身だから。そうするとジョバンニの後ろにできていた影帽子が前にザッと出た時、このザネリがピッと横切るわけです。指摘するわけですよ、ジョバンニの闇の領域をね。ところがジョバンニはそれを認めたくない、ジョバンニはそれを認めたくないので、なんでザネリはいつも自分に悪口ばっかり言うんだろうと、それはザネリがバカだからだというふうに処理してしまうんですよ。そうするとね、あなたたちも最初に銀河鉄道の夜を読んだ時のことを思ってください、思い出してください。大抵そのように言いますよ、なんでザネリは意地悪だ、ね、確か悪い子供なんだと、ジョバンニが一生懸命働いて、ね、配達されなかった母親のために牛乳を、ね、取りに行くんだと、町外れの、ね、遠くの牧場まで、ね、その配達されなかった牛乳を取りに行くんだと、なんでそんな意地悪なことばっかり言うんだろうザネリはと思うんですよ、ね、だからジョバンニはザネリはバカだからだと、バカだからだと言って片付けてしまうんだけど、実はそうじゃないんだよと。ザネリこそこのジョバンニの父親殺し願望というですね、恐るべき闇の領域を照らし出す役割を果たしているんだということですね。で、これは、まあ、いきなりという形で出てきましたけれども、まあ、ドステフスキーの文学はですね、これがたくさん出てきます。まあ、突然というのはね、突然ブドウルーフと言いますが、このブドルフっていうのを、まあ、翻訳するときにはですね、突然とかいきなりとか人とかね、たちまちとかっていうふうに、まあ、訳し分けますけれども、一つですブドルフですね。これはたくさん出てきます。だからなぜこういう突然という言葉がたくさん出てくるかというとですね、その、まあ、ドストエフスキーの文学の人物たちというのは非常に切迫した時世を生きているということなの。のんびりしてないんですよ。とこうしてね、もう8時か、もう1時間寝ようとかね、そういうゆったりした気分の中で生きてる人間じゃないですよ。いつも何かに追われ、何かを追い、ね、いつもせわしなく、まあ、切迫してるんです、いつも。だから1分後にはどうなるんだろう、2分後にはどうなるんだろうって言ってたんですよ。30秒にはどうなるんだろう、10秒後にはどうなるんだろう、一秒後にはどうなるんだろうと思っている人間にとってみたらですね、世界は不安と恐怖に満ち溢れたものになるんですよ。突然何が現れてくるかわからないということになります。ですからこの教室で言えばですね、ね、隅々まで光が行き届いてますから見えますね。一メートル先も壁まで見えるわけだから。だからここから壁まで歩いて出ていればですよ、別に何の不安も恐怖もなく歩いていけるわけですね。そしてここに集まっているその学生がですね、いきなり内容を出して、飛びかかってくるかもわからないと、そう思わない限りはですね、まだ大丈夫なんですね。ところがここが真っ暗闇で、一寸先、1メートル先に何があるかわからないような状況の中に置かれて、ね、とにかく100メートル全速力で走れと言われたらどうなりますか。ものすごい不安と恐怖に駆られるわけですね。そういう状況にある人物たち、これは切迫した時世を生きているということなんですが、切迫した時世を生きているという、ね、でこのジョバンニはそんなに固まったりしているわけじゃないんだけれども、彼の内的世界まで、眼差しを注ぎながらこのジョバンニという少年を見ていくとですね、彼もまた非常に切迫した状況の中に置かれているということが、まあ、分かりますね。つまり自分の内的世界にですね、広大な、ね、その未開拓の、その闇の領域を抱え込んでいながらですね、生きているわけですから、いつその闇の領域がですね、襲いかかってくるかもわからないという、そういう実存ですからね、怖いんですよ、ものすごく。それでその宮沢賢治の場合はですね、
案外そういうことに無自覚、最後の最後まで認識できないようなタイプの人物を描いてますね。認めてしまえばね、そんな危機的な状況に追い込まれることないんですよね。例えば、ここに丸の部分もあるし、ね、×の部分もある、三角の部分もあると、ね、お前非常にいいよね、いい男だよね、思いやりがあってさ、誠実でね、うん、なかなかいいよ。だけどお前、だけどちょっと曖昧なところもあるよね。お前だけどさ、そうは言ったって卑劣なところもあるよな、嘘もつくしさ、裏切るしねって言われたときに、ね、ここだけしか認めていなければ、どこだじゃないと。僕は嘘ついたことなんかないし、人を裏切ったことないよと。なんてひどいこと言うんだ。そんなこと言うお前はバカなことだってなるんだよ、序盤にいたく。ところが、うん、そうだな、うん。僕は場合によっては人を裏切ることもあるし、僕は人前で言えないようなね、卑劣な、卑怯なこともね、したりするよ。そういう部分も確かに僕の中にあるよって認めてればですよ。そんなに危機的な状況に襲われないんだけど、これを全否定しちゃうとですね、曖昧なところのグレーゾーンもですね、卑劣な部分を全部全否定しちゃうと、ここだけしか認めてないと、これが現れてきた時に、自己破綻になってしまうんですよ。人格が破壊されてしまうんですよ。ね。だから、そのドセスキーには分身という作品がありますけれども、これを認めないとですね、押し蓋をこうかけてきますから、どん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 。強大な押し蓋でこう押さえ込んでいきますからね、こっちの部分が。これはもともとあるんだから、あんまり押さえつけられると、ね、許容範囲を超えた時にこれはブッと出るんです、外に。これが分身ということで出るわけですね。そしてこの分身は彼が認めたくないものだから、これを他者化するんですよ。これは自分ではないと。これは他人だと。自分とは全く関係のない、非常に悪いやつが悪いやつなんだと。自分とは違うんだというふうになるんですよ。まあそういうところで、まあ、ドセスキーは、まあ、分身という作品を書きましたし、それから全作品を通してそういった人間の中にある二重人格的な、ね、要素、多重人格的な要素というものを徹底して描いていった、そういう作家ですよ。宮沢賢治はあんまりそういうところを認めない、作家だね。だから序盤にあくまでも自分は正しい、立派な子供だというふうに思ってるんですよ。それで、町外れのその牧場にまで出かけていって、まあ、牛乳をもらおうと思うんだけれども、その時に主人がいなくて、赤い目をした老婆みたいな、気持ちの悪い老婆みたいなのが出てきてね、対応するわけだけど、で、その時に、序盤には、お母かなんかの上に一人登っていってですね、そこでこう寝て、そこで銀河ステーション、銀河ステーションということで、銀河鉄道の旅に出ていくということですね。ですから、まあ、その行くまで、行ってからも大変なんですけど、行くまでのことで話せば、じゃあその、配達されなかった牛乳というのは一体どういう意味を持っていたのかということですね。そうすると、その配達されなかった牛乳というのは単なる牛乳ではなくて、さっきも言ったように、母はまあ死んでいると。母は死んでいると。そうすると、この死者を復活させる。死者を復活させる秘薬。秘薬を手に入れなければならないということなんですね。これが、つまり、表面的なテキストに現れている、牛乳と書いてされなかった牛乳ということです。そうすると、このジョバンニというのは、まあ、ヨハネを意味するということですね、ヨハネ。で、ヨハネっていうのは、まあ、洗礼者ヨハネとか、ヨハネ黙示録とか、ヨハネの福音書ってありますが、このヨハネは、まあ、イエス・キリストの先駆けとして、まあ、現れてきたということですね。だから、本当のキリスト、本当のキリスト、救世主ですね。本当のキリスト、つまり救世主が現れる前に、先駆けとして現れたのが、この、まあ、ヨハネですね、まあ、ジョバンニ。そうすると、この銀河鉄道の夜というのは、つまりジョバンニがキリストになる、キリストになれるかどうかというテーマも一つ抱え込んでいる、まあ、童話だということに、まあ、なります。それで、死者を復活させたということは、これは罪の罰を読んでいる人はよく分かっていると思いますけれども、つまり、ラザロの復活というのが一番有名なわけです。
で、このラザロの復活というのは、まあ、ラザロというのはマルタ、マリア、マリアのこの3人兄弟姉妹の一人ですけれども、まあ、ベタニア村に住んでおりましてね、そして、まあ、イエスとは非常にこう親密な関係を取り結んでいたと。で当時、まあ、イエスはユダヤ人に追われていましたから、まあ、逃亡生活をしているわけですが、逃亡先にですね、マルタから手紙をして、弟のラザロが、まあ、病のところに伏していると、だから早く戻ってきてくださいみたいな手紙を、まあ、受け取るんだな、イエスは。そうすると、まあ、イエスはすぐ戻ろうと思うんだけど、まあ、弟子たちがですね、先生と、今戻ったらユダヤ人に捕まってしまいますから、戻るのやめましょうみたいなことを言う人もいるんだけれどもね。イエスは、まあ、戻ってくるわけですね。そうすると、マルタがそこに、まあ、途中で出迎えているわけですね。そこで、そのマルタはイエスに向かって、イエス様と、遅すぎましたと。もう、ラザロは死んでしまいましたと。もう死んで4日も過ぎてしまいましたと、こういうんだね。で、その時にイエスは少し、感情を高ぶらせてね、まだ分かっていないのかみたいなことを、まあ、口に出すわけですね。つまり死んでも生き返ってくるということなんですけれども、その時にマルタはそれは分かっておりますと。終末の時ですね、世界が滅びる時に死者が全部蘇って最後の審判を受けると、だから最後の審判を受けるときに死者が蘇ってくるということは分かっておりますみたいなことをで言うんだけれども、イエスはそういうことじゃないんだということで、その墓に案内されてですね、そしてイエスは死んで4日も経って死臭を放っているイエスに向かって、ラザロよ入れよと、こういうふうに声をかける。そうすると死んで4日も経ったラザロが生き返ってきたという話ですね。ですからイエスは死者を復活させる、そういう力を持っている命であり復活であると、こういうことになります。それでそのイエスは自分が命であり復活であるということを信ずれば、ね、生きて、私の言うことを信ずれば死ぬことはないと、永遠の命を獲得するんだと、こういうことを言うわけですから、まあ、すごいことを言う男ですよね、まあ、神の子ということですが。で、まあ、イエスはそういう神の子なんだね。だから、ジョバンニはその、もし、母親の、死んだ母親を復活させることのできる飛躍を手に入れて、復活させることができれば、まあ、ジョバンニはキリストになる可能性があるというふうにも、まあ、解釈できるということですね。そこら辺が非常に、まあ、面白いわけだけど、まあ、銀河鉄道の旅の中で、まあ、途中から、まあ、カンパネルラも来たりするんですが、その前に、まあ船が沈んでね、そして、まあ、この列車、銀河鉄道の列車に乗り込んできた家庭教師校っていうのは、まあ、いるわけですね。だから、青年家庭教師と、それから薫子ってことと、まあ、正しくない。その3人が、まあ、この列車の中に入っていると。そしてその南十字星のところで、まあ、みんな降りていくと、ね、降りていくと。でその時にこの5歳ぐらいになるその正しが、僕降りたくないよって言うんだね。でそうするとその家庭教師の青年が、いやみんな降りていくんだからここで降りましょうということですよ。でこれはまあ、キリスト教的な世界っていうかね、ここに、まあ、その十字架のこうイエス・キリストのようなこういうのは出てきますからね、だからその私たちはみんなここで降りなきゃいけないんですと、こういうわけですよね。ところがそのジョバンニが、いや降りなくてもいいよと、降りなくてもいいじゃないかと、ね、そんな神様は本当の神様じゃないや、僕は本当の神様を求めているんだというようなことを、まあ、ここでジョバンニが言うわけですね。そうするとジョバンニっていうのはヨハネであって、本当の意味でのイエス・キリストを目指しているかのようにも取れるんだけれども、実は違うと。今度ここではそのキリスト教的な神というものを、まあ、肯定していないですね。なので本当の神様を僕は求めているんだと、だから正しく君はここで降りなくてもいいよみたいなことを言うわけですよね。で非常に面白いことをここで言ってるわけですね。
で、このカンパネルラで、カンパネルラは、まあ、途中から列車の中に入り込んできますけれども、ジョバンニはですね、カンパネルラ、僕たちがどんなに辛いこともあっても、どんなに大変なこともあっても、ね、共に一緒に戦っていこうね、一緒に戦おうね、みたいなことを、カンパネルラは、カンパネルラに向かってジョバンニは言います。ね、でそのカンパネルラは序盤に何を示しているかというと、これがその大きなコールサック、石炭袋みたいなことをこう指さすんですね。指を指して、そこには本当の天上の世界、天上の野原があって、そこにはみんなが集まっていると。その本当の美しい天上の世界にはみんな集まっている。あ、お母さんもいるみたいなこと言うんだよね。だからその銀河鉄道の世界にあっても、現実の世界における母がいて、宇宙のコールサック、本当の天上の世界の中にも母がいるというような、そういう設定になってるんですね。みんなが集まっている本当の天上の世界というものがカンパネルラには見えるわけですね。ところがジョバンニはカンパネルラが指しているその本当の天上の世界を見ようと思っても、いくら目をこすってですね、目を見開いてみてもですね、真っ黒いドーンとコールサックですから、それしか見えないわけですよ。この美しい本当の天井の世界が見えないんですね。見えない。でも僕たちはとにかく一緒に、どこまでもどこまで一緒に行こうね。ねえ、カンパネルラって振り返った時に、もうカンパネルラはいない。今まで、同じ座席に座っていて、いろんなことを話してきたカンパネルラがですね、突然消えている。そこにはただ黒く光っているビロードの、ね、布があるばかりなんですね。で、その時に、本当に自分が愛していたカンパネルラを喪失したその悲しみ、絶望ですね。で、これが銀河鉄道の列車の窓からですね、身を乗り出して、そして胸を叩いて、ね、この悲しみ、この憤り、宇宙の果てまで届けて言わんばかりにですね、大きな声で叫ぶんです。で、これが、まあ、銀河鉄道ジョバンニにおける、あるいは宮沢賢治と言ってもいいですが、宮沢賢治における慟哭ですね。慟哭。で、これはその宇宙まで届け、この悲しみと憤りみたいな叫び、これを声がなくやるのを無声慟哭というわけですよね。それで気がついたら、またさっきの丘の上で目を覚ましたということになるところ、ジョバンニはね。それでまた牧場に戻ると、先ほどまでいなかったそのご主人がいてね、白いダブダブの服かなんかを着ている。だからこれもちょっとね、イエス・キリスト風のイメージを付与されている、まあ、ご主人ですが、その主人がその温かいミルクをですね、ジョバンニに渡すわけですね。それで、ジョバンニはですね、そのミルク瓶を胸に抱えて、一刻も早く母のもとに戻ろう、帰ろうというわけですね。ところが途中で、なんか人がたくさん集まっていると。で、聞いてみれば、そのザネリがですね、川に溺れてしまったと。で、その、溺れてしまったそのザネリを助けようとして、そのカンパネルが川に飛び込んだと。でザネリは助かったんだけれども、その依然としてカンパネルは行方不明のままだと、そういうことなんですね。で、その時に、まあ、ジョバンニが河原に降りていくと、そこにそのカンパネルのお父さんがおりましてね、でお父さんはその懐中時計かなんかを取り出して、あ、もう45分経ったからダメだみたいなこと言うんですが、それで、あなたもまた遊びにいらっしゃいみたいなことを言うんですかね。で、ここはもう非常にその不思議ないろんな謎が仕掛けられていますね。まずなぜそのカンパネルラが川に溺れていく不明の時にカンパネルラのお母さんがいないのかということですね。お母さんいないんですよね。で、お母さんは死んでいないなんてことはどこにも書かれておりませんので、普通に考えればカンパネルラのお母さんもいるはずなのに、河原に来ているのは父親だけなんですね。しかも懐中時計で45分経ったらダメですなんて、非常になんか冷静な口の言い方をしていると、何だろうという感じですよね。で、この
45分の謎というのは、今まで全然どういう意味かわからなかったんですが、まあ僕は45分は4プラス5で9、9を意味するということでね。でこれは前にも少し話しましたけれども、宮沢賢治の童話における9というのは非常に重要な象徴的な意味を表されているということですね。まあ9というのはそのイエス・キリストが息を引き取った時間、今でいう午後3時ですね。古代ユダヤ人はこれを9時と言っていた。この9時に息を引き取ったわけですね。だからその45分経ったらダメだということは、つまりカンパネルラがもしそのイエス・キリストと同じようなイメージを付与されているとすればですね、旧カンパネルラはここで息を引き取った。だからもうダメだということなんですね。しかしまあキリスト教の教義の中では死んで後3日後にイエスは復活しておりますから、カンパネルラは死んでも実は生きているという存在になるわけですよね。だからカンパネルラは川に溺れて、ね、死んでしまったかもわからないが、銀河宇宙のどこかでは生き続けていると、永遠の命を持っているということですね。だからこれはそのカンパネルラが指を指していたそのコールサック、普通の人にはその奥が見えない世界に本当の天井の美しい野原があるんだと、そこにみんなが集まっているというところにカンパネルラは行ってですね、行っていて永遠の命を獲得した存在になっていると、こういうことになります。それがこの9という意味ですね。